バンバンザイ、ギシです。みゆです。はい、はい、ということでですね、はい、今回の企画はみゆがストレスでガチ太りして撮影に来れないと言ったらルナはどういう反応するのか、イエーイ、はい、ということでですね、はい、まあ企画の通りなんですけども、うん、まあみゆちゃんねストレスで、はい、あもう太っちゃって、まあ、撮影に行けないっていう感じでもうね、太った加工をした写真がもうあるんですけども、うん、はい、それをルナに送って、うん、そしてルナはどういう反応するのかというね、もうシンプルなドッキリでございます、うん、いやちょっと私もね、本当は撮影場所に行って一緒にオープニング撮りたかったんですけど、はい、もうちょっと太りすぎちゃってもうね、もう外に出れないんです私、本当に本当に、なるほどねはい、じゃあ俺がね、じゃあ身をもってルナをね、ルナがどういう反応するのかカメラに収めるから、わかった。オッケー。お願いします。はい。それでは早速やっていきまーしょう。しょう。合わねえな。まだかなー。兄ちゃんね。大丈夫って送っといたわ。大丈夫。え、大丈夫ってどういう大丈夫？いや、一応話はちょっと聞いてた。ストレスがやばいみたいな。あ、そうなの？うん、何も言われてないもん。ねえ、みゆちゃんがさ、太ったって言っても絶対そんなじゃない？いや、まあ確かにルナよりは大丈夫だけど、ね、そう、見たいみたいに言っちゃう。なんじゃ、ルナ言わんよ、言わんよ。じゃあ俺言う？え、見たいもん。見たいっしょ、お前が。いや、普通にどれぐらい太ってるっていうかさ。いや、とりあえず見たいって送っちゃう。見たいは失礼よ。いや、送ったねえ、ちょ、待って、笑ったらダメだけどさ、え、待って、絶対これ違くない？いや、心配だわ。ん？なんて反応したらいい？ちょっと太ってるねって言ってあげた方がいいと思うけどね、みんなため。でもこれがたまたま角度おかしいだけかもしれんし、っていう俺はそう思うよ。いや、これ本当じゃなくない？だって、みーちゃんこんな鼻曲がる？いやだからもう太ってもうそこでダメになってんの多分。え、だってルナでも太るけどこっからこんな鼻変革しやん、変にボーンってなんないよ。でも別に俺分かるけどね気持ちは。待って、まあ別にあれだよね、今日みーちゃんが着たこれ着にくいってなったら別にいいけどね。他の角度はって俺聞いた方がいい？言いづらいっしょ。楽しみにすんなって言ってんの？いや、してない。じゃあ本当にあんたは太ったことないかもしらんけど、まず太った時にそういう言葉とかすぐ言われて傷つくんよ。いや普通に送ってきてるの。見えんじゃん、なんだこれ、おかしいもん。来てこの目の大きさとか、まずみゆちゃん目でかいけどさ、なんか分かる、なんか違うやん、なんか。いやでも太ったな、これは完全ストレスだわ。他の送ってみじゃないって。いや、だってそれは他の送ってみてほしい。いや、返せないルナ、どうしよう。ねえ、言ってこれ。あんたにわかる。ほら、バチバチ使えちゃう。言ってこれおかしいよ。絶対嘘だ。ルナ、慰めてって言われてるよ。慰める。これ以上ストレス溜まったら絶対ダメじゃん。うん。だからさ、ストレス和らげてあげよう。ルナのおちゃらけた動画見たいって。おちゃらけた？癒されたいって。でもおちゃらけた動画だったらあれだから、普通に最初自撮りとか載せてあげれば可愛いの、癒されたいんでしょ。だって動画じゃなくてもいいんじゃない？早くおいで、カモンカモン。いいと、送った？うん、めっちゃ可愛いって言われてんじゃん。ね、嬉しい。おちゃらけた感じって何？一発ギャグとかじゃない絶対それは。いや、一発ギャグは違くない？だってみゆのためを思ってやるんだったら俺ならやるけど。たまたまそれルナがやってほしいって言われたんだから。ね、待っていきなりでしょ。ルナ、あんたたちみたいにそんな強くないんだって。え、もう回すの？まず最初みゆにメッセージやるな。はい、みゆちゃん、いきなりそういう無茶ぶりをするのはやめてください。でもね、すごいなんかこのね、役うざい男がね、
みゆちゃんのため思ってるならやれって言われたんでやります。テーマ、おむすびコロコロ。待って待って、あおむすびコロリすっとんとん、私の顔がコロ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 おにぎりです。もうやだ、ほんとにやだ、マジで。ねえ、おめでとう、ほんとにめっちゃ無料されます。やばい、やばい、やばい、結局、うざい男が元気で撮って。お、ほんとだ、わあ、ほら、またみゆが、おむすび私の顔って。だって、じゃあ、ほんとに、太ってもこんなに全部ボコンって膨らまんもん。膨らんでるからその写真があるじゃん。待って、もう髪撮ったよ。はいはいはい。ほらもう、なんかおかしいよ。男の、なんか、中に石いっぱい入れてる人じゃん。あんた最低ね。なんでそんな言ってさ、石詰まってるとか言ってさ。え、だって、え、でもギシカも石詰まってるって言って笑ったよ。え、マジで、でもさ、これはさすがに加工感強いの。どんな顔？石入ってる。だって石ねえ、石入ってるって思ってたの。石入ってます。え、みえちゃん、違う、ほんとに、ほんとに最低だね。みえが聞こえてるところで石入ってる。あんたもひどい、ほんとにひどいよ、だって石なんて入ってないのに。え、だって言うよ、本当は太ってなんかいないんだから。ドッキリでーす。いや、分かってたよ。あんたたち、いや、どうだったの前に明らかにもう加工しまくりってわかるもん。え、心配してくれた最初。いや、初めはストレスで、まあ、ルナもめっちゃ太った時もあるし、まだ太ってるんだけど、そういうこ、そういうさ、あれがあったからさ、どう話していいかわかんなかったけどさ、だんだん送ってくるやつがさ、一個一個顔違うしさ、なんか徐々に膨らんでいってるしさ、なんかおかしいなと思って。あ、じゃあ途中からちょっと変だなって思ってたんだ。思ってたよ。お騙しして。え、結局今日来んの？そうですか。うん、この後向かわせていただきます。はい、はい、ということでね、まあ見事ドッキリに引っかかったルナちゃん、どうですか？ちょっと感想カメラにお願いしますよ。いや、別に引っかかった引っかかってないとか、まあ何でもいいんですけど、まあちょっと私が、それが相手が本当だったらね、すごい傷つく言葉とかもね、ちょっと言っちゃったので心を改めようと思います。でも、まあその代わり今回みゆちゃんもね、ルナにやらせたこともあるし、まあこれは平等かなと思うのでいいんじゃない。おぉ、まあね、まあ LINE では心配してくれた素振り見せてくれたんで、で、みんなに体を張ってくれたのも、はい、で、こうして私はルナのますます大好きになったよ。おにぎりコロコロ、よかったね。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、お待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。